さんこんにちは、ゆっくり霊夢と、ゆっくり魔理沙だぜ。今日は三菱ケミカルホールディングスを紹介するぜ。三菱グループの会社ね。そうだ、総合化学品を扱っている会社だぜ。素材系の会社なのね。この会社は今大きな転機を迎えているんだ。何があったの？無能を叩き出してアメリカ型の経営をやっている会社なんだぜ。それって大丈夫なの？その辺も解説してやるぜ。それでは皆さん、ゆっくりしていってね。最初に三菱ケミカルとはどんな会社か紹介するぜ。素材メーカーでしょ。いいや、素材などを扱っている国内第4位の総合化学品メーカーだぜ。素材だけを扱っているわけではないのね。そうだぜ。ちなみに扱っている商品として炭素繊維やディスプレイ、インプラントやインフルエンザワクチンなんかを作っているぜ。幅広くやっているのね。この会社の特徴が何でも M&A をするんだぜ。M&A って何？ M&A とは企業の合併、買収のことを言い、今回の三菱ケミカルでは企業の買収だと思ってくれ。つまり、いっぱい企業を買っている会社なのね。三菱ケミカルや田辺三菱製薬、生命科学インステイチュートや日本産総、取り込み大企業へと成長したぜ。諸田で世界、これがうまくいかなかったんだぜ。なんでよ。M&A のメリットは短時間で事業拡大でき、企業間のシナジーを生むことなんだが、これが利益につながらなかったんだぜ。悲しいな。逆に子会社との責任の所在や裁量権、意思決定の遅さで足を引っ張り合ったんだぜ。シナジーどころかお互いに損しかしてないのね。私とお前の関係に似ているな。あんた喧嘩売ってんの？そんな足の引っ張り合いの中で取締役に抜擢されたのがギルソン社長だ。 IT とか強そう。ギルソン社長は3つの方針を立てたんだ。まずこの子会社状態を解除することだぜ。これにより今まで問題だった責任の所在や意思決定の遅さが解消されたぜ。損しかない関係を終わらせたのね。二つ目にジョブ型雇用を始めたぜ。ジョブ型雇用って何？ジョブ型雇用とは各役職の人間を直接雇用するやり方で、日本の年功序列みたいに平社員から部長になっていくんじゃなくて、部長となる人間を直接雇えるんだぜ。まさにアメリカ的やり方ね。それに伴い年功序列も廃止したぜ。それマジ？そして最大の変更点が脱炭素化に向けた事業の切り離しをやっていくんだぜ。炭素事業やめちゃうのね。世界では2050年に脱炭素化を目指しているから方針としては間違ってないぜ。未来に向けた投資をやっているのね。最初は企業情報だぜ。資産規模1兆5000万円の自己資本比率 26.2% だぜ。自己資本比率って何なの？総資産に対する自己資本の割合を示していて、簡単に言えば会社に自分の金がいくら入っているかを表しているぜ。じゃあ自己資本比率は高いほどいいのね。そうだ、高ければ高いほどよくて三菱ケミカルの自己資本比率は低いんだぜ。マジ？今まで M&A や設備投資に金をかけすぎて借金が増えたんだぜ。じゃあ、ギルソンは先人たちの借金から解消しないといけないのね。先人たちのツケを子供たちに払わせる日本の実態みたいだろ。みんな大変ね。次は業績だぜ。2021年マイナス76億で、2022年は1800億、2023年予想では1500億円の純利益だぜ。さすがギルソンね。就任した次の年には最高益を出しているわ。いや、これはギルソン関係ないんだ。なんでや。2021年と2022年は新型コロナウイルスの流行の前後なだけなんだぜ。そういえばコロナ流行中は経済活動が止まっていたから不景気だったのよね。それに1年ちょっとで成果が出るわけないだろ。5年くらい待って成果を評価しろ。10年後のアベノミクスはどうなりましたか？まだ10年経ってないから。来年が楽しみね。それよりもこちらの方が問題があるんだぜ。これは何？事業別営業利益の表だぜ。正直よくわかんないだけど。一番利益を稼いでいるケミカルズは石油事業なんだぜ。ということは、一番の稼ぎ頭を潰していくんだぜ。大丈夫なのそれ？今の段階ではどうなるかわからないぜ。祈るしかないのね。次は株価指標だな。ドン。比較的良好ね。お前、稼ぐ力 ROA が低い理由はわかるか？
ROE は純資産の儲け率で ROA が資産の儲け率なのよね。正直よくわからないわね。ROE と ROA に差があるということは借金のしすぎを表しているぜ。そうだったのね。今ギルソンが先人たちの付けを払っているところだな。かわいそう。次に配当金情報だ。株価7万5000円に対し、配当金3000円の配当利回り 3.9% だぜ。株価が安いわね。2022年みたいな爆益は出ないだろうと株価が下がり気味だぜ。お買い得といえばお買い得なのね。でかい企業で配当利回り 4% は魅力的だろ。でかい企業だと株価が高いか、配当利回りが低いかだもんね。最後に三菱ケミカルの評価だぜ。評価点として配当利回りが 3.9% と高配当。指標判断ではお買い得。MMA という電気自動車や太陽光発電などに使用する素材を作っている。マイナス評価として素材は景気に左右されやすい。最後の懸念事項として、一番儲かっている炭素事業をやめようとしていることだぜ。脱炭素がうまくいくかどうかね。散々言っといてなんだが結論以下。何？ギルソンを信じろ。やっぱりそうなるのね。現段階だといいとも悪いとも判断できないしな。ギルソンの経営手腕に期待するしかないわね。以上が三菱ケミカルの紹介だぜ。ギルソンがやってくれるかが問題ね。なんだかんだ外人の経営者は上手だからなんとかしてくれるんじゃないかな。頑張れギルソン。まずは先人たちの借金をなくすところからよ。この動画では私が持っているリートや日本株について解説していくので、興味を持った方はぜひチャンネル登録してほしいぜ。では、ここまでご視聴していただき、ありがとうございました。